デミタヨ・オルフィサヨ・ラオルワ・オラ・アイナは、イングランド・ロンドン・サザー・クク出身のプロサッカー選手。ナイジェリア代表。トリの FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。チェルシー FC の下部組織出身。2016年8月24日、フットボールリーグカップ3回戦のブリストルシティ FC 戦で、トップチームデビューを飾る。2017年7月11日、 2017から18シーズンはハルシティ FC に期限付き移籍が決定した。2018年8月15日、チェルシー FC と2021年まで契約を延長した上、2018から19シーズンはトリノ FC へレンタル移籍することが決定した。2019年6月11日、トリノ FC へ完全移籍することが発表された。 2020年9月11日、フラム FC へ、買取オプション付きのレンタル移籍。各年代で、イングランド代表に選出されているが、ナイジェリア代表に変更する、可能性も示唆していた。2017年3月、アーセナル FC のチュバークポムと共に、ナイジェリアサッカー協会のアマジュ・ピニック会長と、会合を行い、ナイジェリア代表への変更を決断した。 2017年5月、ナイジェリア代表初招集。ありがとうございます。